5月30日、松山市菅沢町の五明小学校で、児童が蛍祭りに向けた太鼓練習を行いました。蛍祭りは毎年地元の三月神社で行われる恒例行事で、自然豊かな五明で蛍を見ようと多くの人でにぎわいます。この蛍祭りのオープニングイベントとして、五明小学校の児童が太鼓の演奏と獅子舞を披露しています。この日はクラブ活動の一環として、1年生から6年生までの24人が太鼓と獅子舞の練習をしました。6月9日に、蛍祭りがあるほか、夏祭りで2月のふるさと祭りなど、年間5回の発表に向けて子どもたち頑張って練習しています。もう1年生から6年生までやるということで、もう6年生もう最高学年として立派に演奏していますし、もう1年生はその6年生を見ながら、ね、高学年を見ながら一生懸命練習しているのが立派だなと思います。地域のせっかくの伝統ですから、その伝統が受け継がれるように、子どもたちこれからも頑張っていってほしいなと思います。次の蛍祭りではみんなで息を合わせてとすごい演奏をできるようにしたいと思います。練習を積んでうまくできるようにしたいです。みんなと小太鼓と大太鼓合わせてできたのでよかったです。それと蛍祭りではしっかり強く間違えないように強弱をつけて叩きたいです。子どもたちに地域に愛着を持ってもらおうと行っている太鼓と獅子舞の披露。体育館には子どもたちの一生懸命叩く太鼓の音が響き渡っていました。